I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on1万6000人の方が暮らしています。ちなみに一番多かった時では約20万人以上の方々がこの小樽市で暮らしていました。遡ること明治から昭和の中頃へかけまして、北海道開拓の拠点として港とともに発展をしていったのがこの小樽市です。日本では3番目、北海道では初となる鉄道の開通や石炭の積み出し、そしてニシン漁も非常に盛んでした。中でもこのニシン漁に至っては、今では信じられないかもしれませんが、
この運河に手を入れるだけで手つかみで取れるほどたくさんのニシンがポコタルで取れていました。また商業の町としてにぎわいを見せた小樽市でございますが、今皆様のね左手に見えておりますこのような倉庫が昔はここ小樽市にはたくさんと立ち並んでおり、北のウォール街と呼ばれていた銀行街には当時札幌が10店舗に対してここ小樽はその倍の20店舗、一番多かった時ではさらにその倍の40店舗近くの銀行がこの周辺に立ち並んでいました。まあ、今となったらですねこの周辺に銀行40店舗は仕方ないと思いますがね、昔はこれぐらいの銀行がないとお金の出入りが回らなかったそうです。さあ、ですねお船はこれより右へ舵を取りまして小樽港へと出てまいります。小樽港はですね時に強い突風なども吹く恐れがありますので、帽子や軽い荷物などは飛ばされないよう十分ご注意くださいませ。さあ、そうしますとですね右側には一つ橋が見えてきたかと思います。こちらの橋は、月見橋といいます。ナビゲーションつけてみる。中の中では2番目に低い橋で有名でございます。それではこの先お船とお船の資格がありますため、ここで安全のためホーンを鳴らしていきます。前方から、大きな音がしますのでご注意ください。
らの黒いお船がですね、タグボートと言います。どういう船かというと、大きな船を押したり引っ張ったりする船のことをタグボートと言います。なぜそのようなことをするのかと言いますと、船も車と同じように大きくなればなるほど小回りが効かなくなります。そのためですね、そのような大きな船が入ってきた際には必ずこのタグボートが出向いて船を横から押してあげたり、また逆に引っ張ってあげたりすることによって船を安全につけたり離したりすることをサポートする船でございます。またこの船の真ん中にはですね、赤い煙突のようなものがそびえ立っておりますが、これは海上火災が起こった際に消防車が海の上を走るわけにはいけませんので、代わりにこのタグボートが出向いて海上火災の消火に当たることもできます。どうやさあ、今度左側ご覧ください。白い明かりがポツンとついたあちらの船が、北海道警察が所有している石狩北一という船でございます。この船のすごいところはですね、最高速度にあります。一般的なお船の最高速度は約50キロから60キロと言われている中、この石狩北一の最高速度に至っては約75キロまで出すことができません。どんなに速い船でもこの石狩北一からは逃げても逃げきれません。さあ、最後にもう一隻正面の白いお船ですね。こちら税関が所有しているカムイという船でございます。ちなみにカムイというのはアイヌ語、北海道の言葉で神様という意味だそうですね。入国審査がまだ通っていない外国船が小樽港へ入ってくる際には必ずこのカムイが出向いて相手の船の中をくまなくチェックします。でそしてですね、安全であるかどうかを確認して、初めて入国審査を通すといったので、これがカムイの役割でございます。でこのように税関、警察、海上保安庁といった取締り船が非常に多いことから、ここ小樽港はセキュリティの高い港の一つでもあります。そうですね、お船の方が、北運河へと入ってまいりました。
して水路を作るといったこの掘り込み式で運河が作られますが、ここ小樽運河は全く別の考えで作られました。今皆様の右手に見えておりますこちらの建物側が昔何もない海で、船が止まっている左側が砂浜のある海水浴場でした。この両サイドを埋め立てて作られたのがこの小樽運河でございます。そのためこの小樽運河は元々の海岸線に沿って作られたため、大きく右へ曲がっているのが特徴でございます。本来であれば運河というのはきれいにまっすぐ作られているため、端から端まで見渡すことができるのですが、この小樽運河に至っては端から端まで見渡すことができないといった変わった特徴を持っております。さあ今度は右側のこの大きな建物をご覧ください。さあ今度は左側の奥をご覧ください。あちらのライトアップされた石造りの建物、昔は倉庫として使われていましたが、現在再利用されており、ライブハウスゴールドストーンとして活躍しております。元チェッカーズの藤井フミヤさんや菅志賀夫さん、モンゴル800さんやウーバーワールドさんなどもこちらで演奏したことがあります。さあそして目の前の橋がこちら北浜橋といいます。運河の中では最も古い橋で有名でございます。荷物をたくさん積んだ大きな船は水深の浅いこの場所まで直接入ってくることができませんでした。そのため今皆様が乗っている船よりも一回りほど大きい荷物を運ぶ専用の船、橋家というものを使って荷物を小樽港の外へ受け取りに行っては再び運河へ戻ってくるような使われ方がされていました。しかし持ってきた荷物は当然倉庫に運ばなければなりません。その時に活躍した人たちを中氏と呼んでいました。この中氏は非常に力持ちでも有名だったんですね。なんと米俵を一度に2俵も担ぐことができました。では米俵ね、1俵何キロあるのかといいますと、米俵は1俵60キロあります。そのため2俵で120キロの荷物を、ベテランになると米俵を一度に3俵、約180キロの荷物を担ぐ人たちがここ小樽運河で総勢1000人以上も働いていました。はい、そうですね、一通りお話を終えたところですね、正面には北運河の終点木登りがもう間もなく見えてきます。船はその手前でゆっくり U ターンしていきますので、 U ターンしているまで今しばらくこの南運河と一味違った穏やかな北運河の景色が眺めながらもう少々お待ちください。一見何もないように見えますが、実はこれが北運河のいいところなんです。もう何を言ってるんだと思うかもしれませんが、この時期だと南運河ってものすごい歩きづらかったと思うんですが、この北運河はもう貸し切りです。もうね、車の通りも非常に少ないので、昔なじみの静かな、今日はちょっと 風があったりするので、ね、あまりちょっとおすすめはしないですが、天気のいい日はね、非常にね、静かな昔なじみのね、落ち着いた小樽を楽しむことができます。また明日以降もね、小樽いらっしゃるお客様いらっしゃれば、ぜひね、今度は歩いて、来てみてください。では、Uターンするのを少々お待ちください。どこの道じゃないって歩けない。道路。水族館に行っただけだもんな。
ですが、今皆様の左側の奥にあります、あの横付けされた錆びついた船が昔荷物を運ぶために使われていた船、橋家でございます。今でこそ観賞用最後の1隻のみとなりましたが、最も多かった時では600隻以上の橋家がこの樽村で使用されていました。こちら最後の1隻ですからね、よかったらぜひゆっくりとお写真なども撮ってみてください。スタッフにはここでゆっくりと U ターンさせていただきます。実はこの樽が使われていたのは昭和の中頃まででした。時代が昭和の中頃へ変わっていきますと、車やクレーンを使うといった機械化社会へと変わっていきます。そのため、わざわざ運河を使うよりも直接埠頭を使った方が便利ですので、船はどんどん埠頭へと移動していきます。こうなりますと海と運河の水が循環しなくなっていったため、運河の水はどんどん汚れていってしまいました。これを見かねたおたるしは、もう運河が使われていないようであれば全て埋め立てて道路にしましょうという計画案を出します。しかしこれを聞いた一部のおたる市民は納得するわけがありません。この樽から運河を奪ってしまっては大切な財産がなくなってしまうという意見もあり、運河を埋め立て派と運河を守る派の
運河論争と呼ばれる話し合いが国会にも取り上げられるほど大きくなり、10年以上にもわたって話し合いが行われました。それでも話し合いの折り合いがつかず、ある一つの妥協案が出ません。それが皆様が最初に通ってきた南運河。こちらの幅を40メートルから半分の20メートルへと縮小しまして、その分だけ道路にしましょうということで話の意見がまとまりました。ですので今皆様がいらっしゃるここ北運河は昔当時のままの幅40メートルの姿を残しております。試合が終わった後はですね、汚れてしまった運河を元に戻すために運河の清掃活動が始まります。さらに右側には散策路や街灯などを取り付けることなどにより、小樽市はそこから、商業の街から観光の街への第一歩を踏み出しました。たくさんのガラスなので、実はこれ入ってるろうそくなんですよ、すべて。